して牧根のお二人、先月アルバムが発売されました。リリースという名のアルバムをリリースされたということなんですね。そしてあの先週9月15日、はい、筆祭りを PR したマツダスタジアムでの試合では、ね、国歌斉唱を務められたんですね。すごい緊張したって言ってました。はい、そしてこの筆祭りなんですが、2015年以来に出演するということで、おかえり、はい、もう今日は楽しみだと2人ともね言ってました、はい、さあそんな牧根の2人のステージお届けいたしましょう、はい、それでは牧根です、どうぞ。お腹が減ったら君に立たせていただいております。見渡す限りどう、屋台の嵐、食べることが好きな牧根なんですけれど、最高です。皆さん楽しんでください。ライブ終わったら俺たちはどこから攻めていけばいいんだろうかね。皆さんこんにちは。こんにちは。男女ツインボーカルユニット牧根と申します。ありがとうございます。ここ熊野町にとっても大変だったと思いますが、4年ぶりのそう4年ぶり、本格開催ということで筆祭り再スタート、おめでとうございます。おめでとうございます。8年前、2015年に我々出してもらったんですけれども、はい、やっぱ広いしさ、うん、大盛況だしさ、うん、なんか熊野町熱いね。ね、本当にこんなにたくさん笑顔が集まっていて、はい、私たちも元気をいただいております、うん、はい、まあ、12時半のステージなので、もう完全にもうお腹が減ってるんですけど、そう、ね、何を食べようかなと思いながら、一生懸命歌っておりますが、我々2006年に結成しまして、地道にここ広島を中心に活動をしております。今日ね、今からゲストステージがしばらく続くんですけれども、熊野町の星
姉妹寮メビウス、マキちゃんは、スクールの同業なんですね。そうですね、のありまして、佐々木亮くん結成当初からの客席で見てくださってるんだけどさ、最前列でね、ありがとう亮くん。この前ねラジオにも出演させていただいて、はい、バリエーザンラジオ ね最高でした、はい、RCC ラジオです。そして脇田直也くんっていうね、シンガーがいるんですけど、これあのメビウスがね去年、クレオケバトルの優勝者に提供した曲のアレンジを僕がやっておりまして、今日はねようやく初めて本人にお会いできたんですけど、ね、すごいご縁が集まった、すごいです、最高の時間ですね。クレ祭りすげえなって思いながらやりますが、まあそこの中にね、仲間に入れてもらえたので本当に嬉しく思っております。短い時間ですけどどうぞよろしくお願いします。イエイエイ。マキネ、この曲が一番みんな知られてるかなと思う曲をやろうと思います。さっきサウンドチェックでやった曲です。知ってる方は一緒に踊ってください。ごめん、遊ばせ。ごめん、遊ばせ。端っこで踊ってたのが我々です、こうやって。そうですね、アナウンサーの桑原しおりさんと、はい、ご一緒にこの曲を作ったというわけですね。もう、終わってどれぐらい経つのかな、もう1年経つんですけど、1年間ずっとも今もね、擦り続けてもちろん大切に歌い続けていこうと思います。これからも歌っていくので、ね、よろしくお願いします、はい。さあ、しかし暑いね。うん、いい天気です。ね、祭りが終わる頃にはみんなこんがりしてそうですね。しっかり水分補給と、はい、ちょっとね、ビールも売ってんのかな。売ってるんじゃないですか。売ってるんですか。車置いて帰っていいですか。ダメです。いいな、飲める方は美味しく飲んでください ね楽しんでいただきましょう。さあさあ、次の曲に行こうかなと思いますが、さっきね、司会の、ニキみどりさんにも紹介していただきましたけども、先月末我々新しいアルバムをリリースしました。リリースというアルバムをリリースしたんですけれども、あっちでね、後で物販やろうと思うんですけれども、コロナ禍にね、やっぱり人前で歌えないっていう時間が
長く続いたので、まあ、曲を書いて、なんとか活動を続けていったんですが、まあ、やっぱりみんながさどうしても不安だったりイライラしたりとかでこう攻撃的になっていくわけですよね。言いたくないかもしれないけどつい口に出してしまうみたいな時期があったと思うんですが、やっぱりそれってすごくしんどいことで、なんかその時に作った曲を、まあ、なんか本当にね4年ぶりの開催とか、我々も本当にコロナ明けでこうして皆さんの前で歌えるっていうことなので、この曲を持ってきました。優しい言葉という曲です。聴いてください。
気持ちいいステージだね。本当ね、ありがたいです。なんかでも風も強くてさ、今自分の髪の毛がどこに向かってか分からなくなりつつあるんですけど、確かにね、大丈夫ですか僕の顔面は。あ、大丈夫、無事ですか、うん、いやもう本当ね、いやもう何食べようかなってずっと思ってるんだけど。真面目な曲歌ってたのに。いやいや、そりゃそうですよ、もちろん真剣に歌いましたけれども、何か皆さん食べられま、あ、リンゴ飴じゃん。びっくりした。いや先ほど本当はサウンドチェックの時にすごく美味しそうに頬張ってらっしゃるのはもうずっと前から見てました。美味しそうですね。なんかここで見るとカープのヘルメットみたいに見えるよね。カープのヘルメットね、ほんまじゃん、ね、美味しそう、もう何食べようかなってすごく思いながら、いやなかなかだけ4年ぶりの開催で、しかも私たちが2015年から来てなかったということなので、はい、呼ばれてなかったかもしれないし、いやまあそうな、それもあるかもしれないけれど、はい、でも本当にね、心からこの祭りを全身で楽しみたいなと思います、うん、まあ、メビウスとね仲良くさせてもらってるっていうのは、うんうんうん、まあ、マキちゃんも同業だったり、あとメビウスの楽曲制作の時、はい、僕がアレンジでね、お手伝いをさせていただく曲も結構たくさんあるので、はい、熊野町っていうのはちょっと自分にとってもね特別な街になりつつあり、はい、で9月の15日に、カップの試合の前に国歌斉唱をさせていただいたんですよ、うんうんうん、その時にねちょうどこの筆祭りの実行委員会の皆さんが来られていてですね、はい、終わった後にててててって言ったらみんなでねすごいねぎらってくれて嬉しかったなと思って、うんうんうん、なので無事にね晴れて歌いに来れてよかったなと思っております。改めてね、こうして、まあ、皆さんの知ってる顔もあるし初めましての顔もありますしお久しぶりですの顔もあるんですけれども、会うたんびになんか感謝したくなるというかね、まあ、俺が普段家からあんまり出ないからなおさらなんかもしれないけど、やっぱり再会できることってのを感謝してこれからもね歌っていきたいなと思っております。次の曲に行きましょうか。そんな感謝のお手紙として書いた曲をやろうと思います。それでは聴いてください。背景よかったら手拍子。拝見心配なる君へ、温まった手紙を書くよ。綺麗じゃない文字だけど心を込めて綴るよ。親愛なる君へ。
ありがとうございます。背景ということです。皆さん手拍子ありがとうございます。なんかね、ちっちゃい子も一緒に踊ってくれてるのを見ると来てよかったなって思いますよね。初めまして、初めて牧根を見たって方結構いらっしゃると、まあまあまあ8割方どうですか、悪くないでしょなんか空気悪い感じなんだけど大丈夫今自分で言って怯え始めてまあでも私たちも広島を中心に、はい、頑張っている。まあでもね、本当仲間たちと、ね、まあ、競うってことはないけどさ、切磋琢磨しながらこうやってやってきたわけですよ、なのできっといい曲を送れてるはずだと思って頑張っています、はい、永遠なんてないからね、一生懸命頑張り続けるしかないんですけれども、よかったらですね、気に入っていただけたらこれからも応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、もう残り1曲となってしまいました。ありがとうございます。そう言っていただいて安心されてなくてよかったよ。なんかでかい口を叩いてる坊主が、この後ね、脇田直也くん、メビウス、そして佐々木亮のステージと続きます。目が離せないのでね、皆さん適宜水分を取りつつ、美味しいもの食べつつ、最後まで楽しんでいただけたらと思います、そしてね、この何年ぶり8年ぶりに来た熊野町に我々から最も謎な言葉、謎でホットな言葉をお伝えしようと思います。覚えてください、ジャンゴーという言葉です。知ってる人、うちは持ってる人もいるね。ありがとうございます。知らない人、この一言だけでいいから覚えてください、ジャンゴー、ジャンゴー。いいですか、みんなで言ったら恥ずかしくないけね全力でいきますか。はい、いきましょう。それでは最後の曲になりました。皆さんも全力で、手拍子お願いします。ジャンゴー、ジャンゴジャンゴーですよ、恥ずかしくないですよ、一緒に行きましょうね。ジャンゴー、ジャンゴー。それではレディーチアフターミー、ジャンゴ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 ー。まだいけるぞ熊野町、レディーチアフターミー、ジャンゴ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 ー。
持ってきておりますし、先月ニューアルバム出ましたので、ぜひぜひ買って帰ってください。食べられんけどね。よろしくね。